青山幸吉は、江戸時代末期の大名。美濃国軍上、藩七代藩主。愚上藩青山家十一代。明治維新後は家族に列し、貴族院議員を務めた。嘉永七年、六代藩主。青山高裁の長男として誕生。文久三年、父の死去により、家督を継ぐ。現時元年、天狗党の乱では幕名に従って、 鎮圧のために出兵したが、天狗党がすでに通過した後だったために戦うことなく終わっている。幕末期の郡上藩では、砂漠派と尊皇派が対立し、雪吉も消極的ながら砂漠派として行動していたが、慶応四年に母親戦争が始まると2月に新政府に教順している。しかし、過労の朝日奈東米の子、朝日奈茂吉がしのげ総体を結成して脱藩し、 幕府側に味方して、会津若松城で戦うなどしている。明治2年の藩籍奉還で、郡上藩知事に任じられ、明治4年の廃藩知見で免職された。明治17年の家族連制定に伴い、同年7月8日に死者を助釈。その後は、実業家として活動、日本印刷社長、岩倉鉄道学校理事などを務めた。 明治23年には、貴族院議員となる。昭和5年2月5日に死去。去年77、市川米安に書を学び、多くの名筆を残したと言われる。長男の雪正は、父に先立って1904年に死去した。雪吉の後は、次男の幸い正が継ぎ、幸いが一が1947年7月に、没すると長男の幸い久氏が後を継ぐ。 幸い久しは1986年に没し、現在は、雪吉の伊豆美雪高の孫である後期が十四代当主として、東京から、郡上市に移住し、活動、後期の弟、雪のりも郡上八万産業新興校舎に勤務し、同校舎が管理する、郡上八万城の管理業務に当たっている。母提寺は、東京、南青山の浄土、葬売葬院。 い尾の幸高は陸軍勤務の後、戦後は日本で初めて軽馬場の輸送自動車会社を起こした。ローマオリンピックの日本馬術競技の監督、日本馬術連盟理事などを歴任している。六尾の幸い隆は陸軍獣医学校教官など陸軍畑で活躍後、戦後は会社経営に携わった。ありがとうございます。